私にはこういう任務が適任なんだ。だから選ばれるのよ。目標地点まで私が後方から援護する。ここは私が抑えに行かないと。前へ出てくる。仕方ない。そこ私は予定地点に向かう。あとは任せる。なんで私の手が攻めるの。だったらあとは任せる。こっちだ。私死ぬのは怖かった。そう、だから死にたかった。でもね、私としたことは深く劣ったか。ごめんね、いい女じゃなくて。戦争するのが元気だって思わないけどさ、元気出してよ。そう思えるのは私がいるおかげだ。その君の感じ方は素敵だ。その傲慢は人を家畜にすることだ。人を道具にして。生の感情丸出しで戦うなど、これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。敵フィールドをダッシュしたわ。もう終わりだよね。お風呂入りたい。お前は私をいじめに来た。そこ、私から記憶を奪ったのはお前だ。私にはもちろん私というものがあるの。あなたに関心を持ってもらいたくないわね。もちろん見てはおれんな。私も出よう。私は予定地点に向かう。あとは任せる。損傷が大きすぎて一旦戻らなくて。危険なことばかりするのよね、私。そこ癖になってしまったのよ。もう私そこ。そこごめんね、いい女じゃなくて。行くぞ、体勢を立て直す。私は自分の心に背きたくない。それだけ。いやー、すごいすごい。危険だって言ってるでしょ。今よ、そこを攻撃すればすぐに終わるの。もらう。アミユキ、行きます。お前だ。いつもいつも脇から見ているだけで人をもてあそんで。みんなもわかるはずだ。こういうやつは生かしておいちゃいけないって。わかるはずだ。みんなにはわかるはずだ。戦場で好きにされて邪魔されては困る。私みたいな女になってはダメよ。もう終わりだよね。お風呂入りたい。バナージ、先に行け。
こいつは私が面倒見る。戦場また戻ってきちゃったな。私がここで抑えるわ。落ちろ。これはまずい。一旦お家に帰るとしますか。自分の心に背きたくない。落ちろ。それだけ。面白い。やってやろうじゃないか。落ちろ。今こそできることに。誰でもできるの。あなたを。理念は正しい。人の感情は知ってる。あなたの目は寂しそう。見てると胸が締め付けられるみたい。よくもまあのこのこと恐れる心がないのかい。私には私というものがあるのだ。あなたに関心を持ってもらいたくないのね。そうやって私をいじめる意地ある。私が出る。はい、ここを見て終わらせる。やはり強く、ここで振り払っていきたい。もちろん。頭が、またかよ。頭が痛い。忙しいってな、しなぜ。ごめんね、いい女じゃない。夜だ、消えろ。その腕には信頼が多ける。これ以上好きにはさせねえぞ。とにかく連中と来たら手を振って見てられねえんだよ。私は自分の心に背きたくない。それだけ。うぬぼれないで。でないと命を落としてきて終わらせる。もちろん。やっぱり私は遊ぶ。捕まえて仕返ししてやる。ここ。すべての戦力を叩き込まねばならぬところまで来ておる。私を縛る。敵。ちょ、俺たちはどうでもいいんだとよ。もう一度言って言う。待って。いないようね。少しは働いておかなければね。もちろん。敵フィールドを奪取したわ。まだ運気は我々に味方してくれている。可能性はいらない。受け入れられる結果を示せばいいわ。こっちこっち、一緒に戦おうよ。畜生、出て落ちた。もちろん。ごめんね、いい女じゃなくて。清掃するのが元気だと思わないけどさ。元気出して。分かっていいわね。興味深い。赤い機体で出撃する。チャンスよ。そのまま集中砲火。戦場の支配権はこちらにあります。このまま押し切りましょう。危険なことばかりするのよね。私癖になってしまったのよ。バダージに行きます。一方的に人の命を奪って。落ちろ。そんな権利は誰にもないんだ。さあ、私には私というものがあるの。あなたに関心を持ってもらいたくないのね。私は自
自分の心に背きたくない。それだけ。やめろ。私を混乱させるな。エブリンデカ、シー。また行き遅れか。作戦終了、成功です。いつまでこんな戦いを続けるつもりだ。僕たちが君たちを倒す。それで終わるよ。情報に踊らされる君たちは排除されるべき存在。そういうことだ。貴様、何を知っている。そこ、君たちが知らなくていいことさ。こんなところで、そこ、こんなところで、レーダーの予測した事故を始めようか。攻撃に移る。なに、私だって。そんな戦い方見てはいられないな。悪いな、こちらの判断で行動する。落ちろ。落ちろ。落ちろ。私は自分の心に背きたくない。それだけ。意地汚い小娘。俺たちが破壊する。俺たちの意志で。食えん男だ。あなたはもっと大人と思ってた。落ちろ。あれ、落ちろ。期待のダメージ。しくじったか。ごめんね、いい女じゃなくて。わー、すごいすごい。分かり合う気はないのか。潮時だな。撤退する。危険なことばかりするのよね、私。癖になってしまったのよ。まだ終わったわけじゃない。発揮進入しろ。私も突入する。守れなのか。私は自分の心に背きたくない。それだけ。し。今よ、そこを攻撃すればすぐに終わるの。まだ終わっちゃいない。落ちろ。さっきこちらに続け。ある火の粉、これ振り払っていきたいな。落ちろ。何、私だって。ごめんね、いい女じゃなくて。おお、想像以上だ。そこだ。やばい。肉体などただの器に過ぎない。まだこのモビルスーツの性能を出し切ってはいない。人は変わらなくて、変わっても意味がないと知った。私がここで抑えるわ。貴様をやってから好きにさせてもらう。くらい。ただお前の信じるパワーダウンか。あ
なたの名は寂しそう。もちろん見てると胸が締め付けられるみたい。またかよ。浮かんだ若手じゃない。まだ終わっていないようね。少しは働いておかなければね。みんなの気持ちを消さないで。しくじったか。落ちろ。こんな力と資格もなく他人の心に押し入れ、勝手は許さないよ。そこ。マサルか。オッケー。ここは俺の。本気を出さない。すまない、離脱させてもらう。危険なことしかできないのね。敵を殲滅する。その腕には信頼が大きい。勝ったのね。また行き遅れか。戻ってきたよ。人のことを気にする暇はないよ。さあ、戦闘開始よ。私が敵軍に楔を打ち込む。さて、ドンパチはあんた方に任せた。俺は単独任務を遂行するぜ。
きていた。わかった。無事だ。行こう。今よ、そこを攻撃すればすぐに終わるの。落ちろ。危険なことばかりするのよね、私。癖になってしまったの。ただのお嬢さんじゃないってことか。惚れちゃいそうだぜ。ああ、なるほどね。さて、仕事に戻るか。なれば戦いは終わるわ。お前たちはそうやって今ここにいる。できない。やりたまえ、手伝おう。今こそ私を倒し、全ての戦いに終止符を打つ時だ。この世界は目的を果たした。世界は君たちの知る形に戻っていくだろう。これも答えの一つか。